出まし切り、ここまで控える。全部張り替えですか。出まし切り、ここまで控える。これを控えです。そこ段差になったんですね、スラム。これを延長せなかったんですけど、結局マジ切りそこ、これやこんなんだ。重ねてはあるだけなんですね、これ。切るん、カットするんですか。切るのもこれでつけるので。あ、そうなんですね。ぴったりやね。
ったりやね。カットもせえへんすよね。寸法通り来るんすもんね。寸法通り来るように注文します。ほなもうほんまに開口を合わせたらなんだ。ほんまにこれで終わる。組むだけで終わりってことですか。加工せず。もう敷居は加工。ああ。加工やる。めっちゃ早いっすねじゃあ。敷居もはめるだけなんですか。これを切ったって終わるよ。ああ。はオーダーで来へんのですか。敷居は。頼んだろ。あ、部材が違うんか。一緒。ドア部材じゃない、ないってことですか。このドアとはまた違う部材ってことですか。敷居は。敷居は。結局、四方枠で頼んだらカットしてくれる。ああ、そういうことなんですね。これ三方枠のプラス式やから。そうそうそう。あ、下止めへんのですね。壁するの。壁下でフィニッシュに止めます。あ、そうか、こっち壁作らなあかんのですね。この突き抜けへんのですか。16やったらライトが。ああ。向こうに出る。出たらあかんのですね。12の9、27、絶対出ないです。絶対出ないです。とかで出た時する、ね。それで手打ったことないですか。ないっすね。あ、一回足を打ったっす。足。アパートのボード借りてここで打ったんですよ。通るとした時にここでバーンめっちゃ痛いっすよ。でもなんかチク。そんなもんちゃうでしょ。貫通とかしないから全然大丈夫です。でも手にくり打つ人とゴールするね。あのあれでしょ、あのロールの浮遊付きで絶対痛いと思う。まだないんすか、そういうの。ないっすね。まだトゲで収まってるんですよ。あんまり調子乗ってたら打つんですよ。カーテンレールだと思ったら、カーテンレールかと思ったら、それがつくんですね。